ルビコン解放戦線司令、ミドルフラットウェルからの依頼です。独立傭兵レイブン、早速だが仕事の説明をさせてもらう。企業勢力の筆頭アーキバスは封鎖機構の技術を取り込み優位にあるとはいえ、終わらない勢力争いに消耗し、実態は疲弊している。今こそ奴らの重要戦力を削ぐ好機だ。目標はベスパー部隊、番号付き2名の排除、これに協力してもらいたい。対象は秘書部門の責任者ベスパー5ホーキンス、そしてその補佐官ベスパー8ペイターだ。震度2の探査任務についている奴らを情報工作により呼び寄せ、これを奇襲する。本作戦では猟機として私がお前に就こう。歴戦の勇士と共に戦える好機でもある。独立傭兵レイブ、いよいよ返事を期待している。解放戦線の実質的使用者ミドルフラットウェルが自らあなたを図ろうという、そういった意志を感じます。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。ルビコン解放戦線司令、ミドルフラットウェルとの共同作戦です。第2隊長閣下ではない。どうやら敵さんらしいね、センター。迎撃始め。敵 AC に搭載ました。自分から見つかりにくくなるか。いや、もうめまい。ここからは力戦になるぞ。特に強いレイブン、直接やり合うことになるとは。もう一人は水晶戦の中心までお出ましとは。ちょっと頑張ろうか、ペイター君。はっ、まずのところであります。やるじゃないか、君。マスティ君が入れ込むわけだ。リベル君、ガン中世代型とは思えない強さだ。僕の依頼を遂行してきただけのことはある。着メッセージ一件。
作戦だが、ベスパー第四隊長ラスティが成功させたようだ。ミシガンは死んだ。奴らしい最後だったと、そう聞いている。ベイラムはルビコンから手を引いた。あとは政治家たちの仕事だろうが、コーラルが絡むと死人が増える。過去から未来まで変わらない事実だ。レイブン、私たちは争いの火種でしかありえないのでしょうか。障害が発生しています。活性コーラルによる干渉でしょう。あなたの目と耳が頼りです。それはミールアームか。異常成長、生体内部からコーラルアーム、危険です。ミールアームの養育ポットか。以前は稼働していたのだろうが。レイブ、後方から機体反応、接近しつつあります。独断で突入した傭兵を始末しろという話だったな。なるほど、突出した個人はもはや不要ということか。そしてあわよくば不穏分子も共倒れ。上の連中の考えそうなことだ。このラスティにはルビコンでなすべきことある。戦友、君はどうだ。最初というわけか。6、2、1、まずは生き残れ。
終わるわけにはいかない。戦友、理由なき強さほど危ういものはないぞ。スティールヘイズ、機体ハムを消失、撤退したようです。消えた同胞たち、そのわずかな生き残りが長い時を経て再び群れを形成した。ウォルターから連絡が来ているようです。確認してみましょう、レイブン。通信が入っています。昔話は終わりだ。仕事を始めるぞ。